悪霊を追い出しとは、堕落したお使いである悪霊を、キリストの権威によって追い出すことである。ここでは、聖書の極とプロテスタントの神学用語について、解説する。カトリック教会については、カトリック教会のエクソシスムとエクソシストを参照。ただし、自由主義神学では堕落したお使いとしての、人格的悪霊の存在を認めないことがある。神は、我がやグラ。 三尾化1903年、ピーター・ワグナーは、例の戦いの三段階のレベルにおいて、悪霊を追い出しを。マタイによる、福音所住賞には、イエスは十二弟子を呼び寄せて、悪霊を追い出し、あらゆる病気とあらゆる患いを治すために、悪霊を制する権威を彼らにお与えになった。と書かれてある。イエス・キリストは十二人を使わされると聞こう。命じられたと聖書にある。言って、 天のお国が近づいたと述べ伝えなさい。病にも治し、死人を生き返らせ、さらあとを清め、悪霊を追い出しなさい。あなた方は、ただで受けたのだから、ただで与えなさい。ピーター・ワグナーはこの聖句からイエス・キリストは、宣教命令と悪霊を追い出しを関連づけられたと、釈義している。ただし、一段階レベルの悪霊を追い出しについて、イエス・キリストは明示されたが、 二段階レベルのオカルトレベルの例の戦い、三段階レベルの戦略レベルの例の戦いに進むのかははっきりとは明示されていないと説明している。その三段階目にある地域を支配する例との戦いについては福音派の中に議論がある。例の戦いに関する聖書的、包括的理解のためのナイロビ生命は地域を支配する例は議論のある事柄としている。 またナイロビ生命は、初代教会において、悪霊との対決は、教会が未信者と遭遇したところで見られ、力の対決が、福音伝道と結びつけられている都市、未信者から悪霊を追い出す必要を認めているが、クリスチャンから悪霊を追い出す必要については議論の、ある事柄として検討されている。ピーター・バイヤーハウスは、悪魔の入り込んでいない、異教礼拝はないのであり、宣教師の目指す、 異教徒たちの改心は悪霊を追放することを含むとしている。宣教者の働きは彼らの目を開いて暗闇から光にサタンの支配から神に立ち返らせることであると定義される。この父である神は私たちを悪魔の支配する暗闇から救い出して愛する御子キリストの支配下に移してくださった。私たちは神の子供であり、この世界は 悪魔の支配下にあることを知っている。私たちは神からのものであり、全世界は悪いものの支配下にあると聖書に書かれてある。この聖句からノンクリスチャンは現在すべて悪魔の支配下にあり、クリスチャンになるとはそこから神の支配に移されることを示していると公開される。ジャンカルバンはキリスト教公用第一編14章18でイエスキリストは 死んで、サタンを征服したため、クリスチャンの魂をサタンが支配することはできないが、サタンはキリストによって追い出されるまではこのよう、占有しており、クリスチャンが神の子として認められるのに対し、福音を信じないすべての者のはサタンによって、盲目とされており、不経験な者、ノンクリスチャンは堕落しておびるに至ったサタンの像によって、悪魔の子、サタンの子とみなされると述べている。聖書の十回には、 神が偶像を拝んではならないと命じられたと書いてある。使徒パウロの第一コリント教会への手紙には、偶像に捧げるものは、実は悪霊に捧げるのであって、私は、あなたがそうすることによって、悪霊と交わって欲しくないのである。とあり、奥山実る、水草、修士、滝本明チャールズ・クラフトらは、仏壇、神棚など、異教の偶像崇拝の背後に、 偶像を拝ませる悪霊の働きがあるとし、悔い改めて、それらを破棄するように教えている。また、インターナショナルチャペルミニストリーズは、仏教や神道など、異教の葬儀では、悪霊が働くので、それらに出席する場合には、イエス・キリストの御名によって、悪霊を追い出すように進めている。死徒の働き17時22分のギリシア語、デルタ・イプシロン・イオタ・シグマ・ヨタ・デルタ・アルファ・イオタ・ミュー。 ニューイプシロン・シグマ・タウロウプシロンは、宗教心の厚いと訳されているが、このギリシャ語は、異例なまでに神々を恐れるという意味であって、この語は、他の聖書箇所では、悪霊と訳されている。旧約時代に神に背いて、偶像を拝む民が神明三32章17節、詩篇106編37から38節で、悪霊に捧げ物をしたと書かれているように、 異教徒たちは悪霊を拝んでいるため、アフリカ、インド、中国、日本では悪霊に疲れた例が多くあるとされる。チャールズ・ホッジは、第一コリンと8、4と10時19分 -20 の関係を明確に、し偶像の神は、悪霊を指すと釈義している。聖書の第一サムエル記16章には、ダビデのたてごとによって悪霊が出ていった記事がある。 福音歌手の森優里はコンサートで賛美を捧げている、時に会場から悪霊が出ていくのがわかるようになったと述べており、これを、あるは賛美の中に住まわれるのであり、悪霊は、主の臨在に我慢ができないからであると説明している。手塚正明はここから賛美には悪霊を追い出す力があると教えている。クラフト、私たちに委ねられた神の権利。 聖書劇ヤシの法則 P318、力44、ヘンリーシーセン、組織深刻 P333、例の戦いの祈り P74 ノンクリスチャンズ、ハットパワーエンカウンターズ、ハットザヒストリーオブイヴァンジェロゼーション、フリークエントリーリンクスパワーエンカウンターズウィズザ、イヴァンジェロゼーションオブノンクリスチャンピープル、ハットデリバー、US フロムウェビル、 コンサルテーション・ステートメント・アーカイブド2010年12月29日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、ナイロビ・ヒセイ・メイ・ P26 から27、戦況の目指す道 P19、申請書辞典、サタン・ P501、キリスト社の戦い P92 から93、P139 から141、悪霊を追い出せ、P27 から28、ジャンカルバン、キリスト教公用改革派協会、 中山正樹、渡辺忍役、悪霊を追い出せ、ニューエイジの罠、勝本正美、日本の宗教行事に、どう対応するか、命の言葉者、クリスチャンと仏教のお葬式や育務出版シーセン、組織進学 P345 から346、アンエクスポジションオブザファーストエピスルツーザコーリンチャンス、ハット、悪霊を追い出せ P171 から172、 ハーザー1997年11月号、ハーザー2002年10月号、悪霊を追い出す、賛美の力。ありがとうございます。